okay? Would you like to choose? It's ANZ or Yvonne?がされてしまってるから、この時に胸郭を張って、このエネルギーを今度二軸に変え、二軸にこっち移し替えた後に手は引き戻すと胸の前をこう合わせていくと、自然とこれがこの動きに変わっていく。このここでこう丸を描こうとすると、肘がやってみないと分かると思うんですけど、肘で丸を描きます、肘で丸を描きます、で次は胸で丸を描きます。だからこれが連動してくると、肘を返したくてしょうがなくなってくるんですよ。肘を返したくてしょうがなくなってくる。肘で丸を、内側向けて肘で丸を描く、足は T 字で胸で今度丸を描く、胸からキャッチャーの方向に向けてこう丸を描く。この両方が合わさってくると、長い棒を持ってたら返したくてしょうがないです。反動でこれがうまいこと連動すると、返したくてしょうがない。肘を勝手に力抜けてたらやります。 T 字にします。皆さん、どうですか？今日の施術会議って、だから、そうですね、まあ、肌に見ていただいた通り、高さの足のあれであったり、まあ、自分が今、前お話しさせていただいたのは、この日にバランスボール、バランスボールでやってた時に、ハンドボールとかよりはバランスボールの方が、何ですか、かけるとか、体を、その、極端な話もありましたけど、バランスボールの方が、そっちの体を、言われていただいたことの体を使えてるなという感覚は、今日ちょっといろいろ詳しい説明するんで、はい、理解した上で練習をしたり、意味が分かって、企業がね、分かっていただいたら、伸びる、伸びしろも全然違うと思うんで、まあ、何回も同じように話しさせてもらってるけど、人の体はみんな一緒なんで、で、パーツも全部同じようにあるんです。で、それを使い方次第で、どう使うかだけで。いろいろと自分のチームに行ってさせてもらったりとか、まあ、今までの経験を踏まえる と、まあ、人っていうのは正解を求めてるんじゃなくて、納得を求めてるというところが多くて、まあ、正しいことが正しいというわけではなくて、今自分が納得できる方向を選びたいっていう人が、まあ、人っていうか大体そういう感じになっているので、その中で納得する方が正しいものは、まあ、陸上競技とかになって使い方さえ直せばパフォーマンスが上がっていくんですけども、それをどうしても自分がこうだからこうなんだという納得をする方向に伝えるっていうことが多いかなと思います。でその中で、まあ、本質というか、それを分かってもらった上で、自分が納得するという形で思ってもらったら、どんどん乗っていくと思いますし、
分自身がここで、パウダーというふうに納得するところで終わらせてしまうのではなくて、それをそうではなくて、まだ伸びるという気持ちで取り組んでもらえたら、まだまだという考え方があるんです。で、ぜひね、今日も今から言ってるんですけども、そう考えて、理解してもらってやってもらったら、まだまだというふうに思います。で、今日は現役選手3人で、全現役の選手に結果を出してもらいたいので、その優先的に、そういった形で、練習メニューと、ね、何回か話を聞けたらいいかなと。そしたら、海内を遅らせると海内を遅らせる海内が…あ、遅らせる、そうそう、バッティングの海内を遅らせる、海内を遅らせる、 それはそういうのも一緒で、この形ですね、この形を作って外側で海内をしようと思ったら、こっち側からこっちを移さなあかんですね。で、その時に見とってください、ね、あ、これは今までと繋がったんですよ。二軸理論を勉強してちょっとやってみたら繋がったんですよ。なんで胸郭を上げなあかんかいうことがもう分かったんですよ。胸郭でも上げろって言うのが、感覚で上げた方が速くなるからっていうことをずっと言うと、上げた方がやりやすいからとかでやってたんですけど、胸郭を今の話でやろうと思ったら、下から上にこう来るときにピッチングって腕なんですよ。で、腕って長いんですわ。腕長いんですわ。バッティングの方がまだ簡単で、腕を長く使わなくてもいいんですよ。力抜かなくても持ってるから、棒で叩けばいいから持ってるから、まだ分かりやすいんですよ。腕は腕このまま持ってるから、腕ずっとこう力が入るんですよ。入っちゃうんですよ。入ったら絶対鈍くならないんですね。なんで力を抜かなあかんのか言ったら、こっち側軸からこっち側軸に移行させなあかんからなんですよ。わかります？こっちからこっちに移行させようと思ったら、腕一回休んどってもらわんと、ここの時に腕が動き始めたらもういらんことしちゃうんですわ。分かってもらいます？ここの時にこっち側軸からこっち側軸に移さない、まず移す作業をしてからですね。二軸に話をすると、二軸外側回内をしたいのに、外側回内しようと思ったら絶対軸を回内こっちできないんですよ。こっちの軸に残ってたら、こう残ってたら、残ってたら返そうと思っても、から絶対にこっちに返さなければできない。腕の力を抜く。なんでこの巻き付きの棒が、あ、結構分かりやすいなというなら、これ長いから脱力をして、ここの瞬間を作れるからなんですよ。で、こう胸郭上げたら腕が、上半身が待ってくれるんですよ。遅らすことができる、海内を。これを胸郭が試しにやってみてください。胸郭が下がっていたら待たないんですよ。もうすぐに腕が出てこようとするんです。ちょっと一回実験でやってみてください。今日もう一個持ってきたんですよ。もう一個、この落合さんの打撃からの方法でピッチングと同じに繋がってて、それを最新装備やってたところ、同じことがあるんで、多分これ両方ともいけるんちゃうかなと、この同じ話になると思うんで、バッティングにも使えると思うんですね。このプロネーションでここで判断メニューをストンと押す、あの瞬間のことですね。そうです。あれをわざと、あれをやってる時に、言うたら、こっち側軸からこっち側軸に移すための時間を、上半身が作っとるんですよ。待ってあげてるんですよ。ここがなかったらもう前に行ってしまってるんで、せっかく下半身が力を出しても崩すための力なんですよ。で、その質問もされました。例えばバランスが悪くてガタ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 してたり、その足元が悪かったりバランスボールの上に乗ってたらもうタイミングないんですよ。でも安定してて投げる構えをしてたら、下が120キロになったら、それに合わせていいだけなんですよ。わかります？なんで、そのためには、
この下半身は力を出してくれてるんですよね。で腰スローで多分やってもらったらまた後で今日説明します。腰スローですね、やると腰の力だけでボールが掘れるってことがね、分かると思うんですよ。下半身だけで球速を生むことができるんですね。昔から言われてる下半身が大事だというのは、下半身だけで腰スローでこの力だけで生むことができる。これすごい大事なところなんですよ。ここで抜くことによって、今腰のスローでも海内差だけなんですね。海内差だけでぐっとこっちに戻っていくんですね。向こうに行こうとしているエネルギーに対して反対方向にこう返すと、こう行ってるやつをキュンってこう返すんで、急激にスピードが上がるんです。なんか最近バレルバットってあるんですよね。バレルバットもここら辺が重たいんですね。でこれがあったら実際持ったことないんで分からないですけど、返せると、返しやすくなる。体幹に近い方で自分に近いところでやると分かりやすいです。しかし残念ながら人間は手が長くて胴体長くなってしまってるから、この時に胸郭を張って、このエネルギーを今度二軸に変え、二軸にこっち移し替えた後に手は引き戻すと。はい、理論分かってもらいましたか。で超加速でボールがブーンといくと、多分起きてくれてるから分かるよね。はい、大きい投げるよりも軽くそれをコツを使えば急速上がるということが、はい、多分彼ほんと一瞬だけだったんですけど、教えることができたんで、結構頭のいい学校なんで、うん、すごいな。それは吸収してくれて、要は自分で練習してくれて、落ち着かんでくれたんですけど、そうなんですよ。で話が戻ります。ということで超加速スクラッチとか、まあ、結構難しいことをたくさん言ったんですけど、この逆さま足スローっていうのが結局二軸に変えてしまってるんですよ、すでにこの時点で。逆さま足にすることによって二軸にしてるんですよね。これもうどうしてもこっち側軸で回転はできないですね。こっち側軸だけだからこういう回転になってしまうんですよ。これを二軸にこう両方の肩とか使えるように二軸に変えてここまで運んでいきます。運んでいくからこそ踏み出し足の外側海内を簡単にすることができる、今の理論から。なのでこれをやれば、これを本当にしっかりと鍛えていけば自然とその筋肉の体を重要として前側に変わる引き戻しをするということが自然とできるのかなと。これだけでもだいぶ変わっていくね。この時に電電太鼓でね、言うてたんですよ。電電太鼓でご説明しとったんですけど、電電太鼓ではタイミングが実はね、やってみてください。これ電電太鼓で一軸やったら、一回説明するときに電電太鼓に、高校生にね、やってみろってことで、電電太鼓をイメージして、振ってみと。で、その先っちょの遠心力感じながら、そこでボロッと投げるって言うんだけど、これどうしてもね、電電太鼓になるとね、この、今のこっちを効かしてやったら入るんですけど、この両方を独立させて両方で引き戻すって分かるんですけど、引き戻せるんですけど、電電太鼓にするとね、このタイミングで引き戻すタイミングが分からないんですよね。脱力するってことは大事です。今まで多分そのバッティングも電電太鼓の話だけど、電電太鼓バッティングも結局二軸に変えるんだったらここで打ったらいいんじゃないか、二軸に変えるんだったらこれで打つ、
リズムに変えて、実際ね、これでね、ちょっと測定したんですよ、この間、中学生で。で、これで測定をしたら見てるふうにして、これで引き戻しをしても全然これで触れるんですよね。変わらないですよ。この巻きつき持ってこれで引き戻しをしようと思って、これで引き戻しをチェンジアップの投げ方なんですけど、